電子レンジでもいけるんだよ。そう、電子レンジでもね、すぐいけるんだよ。甲子園見に行ってもらう、ごめんね。昨日も言ってなかった？またさらに焼けた。サマステね、もう少しなんで、ぜひ配信で見てもらえたら、観覧の方はもうありがたいことに完売したみたいで、そう、配信の方はね、まだまだ全然そう見れるみたいなので、ぜひお家にいる方も見てください。アイドルの日常も結構一般人と変わらない、ね、そりゃ人間ですから人間だもの。いやでも分かんない、他の人は分かんないんだけど、私は普通だよ特に変わり映えのない日々を、特にオフはね、休日なんかは特に普通に生活してる。そう、正式に20個完売してるのかわからないんですけど、なんか多分完売してるっていうことでえのきパーティー開催です。こんばんは。15分経ったら食べます。ちょっと冷めちゃうけど、15分経ったらなので、まだみんなえのきやる時間ありますよえのきを温める時間があります。まだちょっとお仕事中のでね、帰ってきてない人も多分いると思うんですけど、すいません、帰ってくるかな、みんな。そう、一袋結構大きめな一袋分食べます。でもなんか温めたら結構小さくなるっていうか、少なくなるんだよね、やっぱキノコなんでね、余裕ですね。だから全然、そうです、小さくなっちゃうんだね。こんばんは。最近の TikTok 見てると心落ち着く本当ゆるーくね、ゆるーく載せてます。本当にゆるい日常なんでね、特に何もないんだよね、オフの日とかって。仕事の日も別に普通だけど、うん、なんか親近感の湧く TikTok だよ。こんばんは。サットンさんありがとう、ヤシタンさんかわいい、ありがとう。えのきさんがフォローしましたクロちゃんさんありがとう。パイオニアさんありがとうございます。
台風が近づいてるみたいなんですけど、どうなんでしょうか。福岡は台風大丈夫なのかな。16日の電撃中、なんでなんで。明日というかどうなんですかね。福岡は何もなくて、多分関東の方があれなのかな。伊佐さんありがとう。よたはちさんありがとうございます。ちゃんとくさんありがとう。関東風強め。あ、そうなの。明日の早朝に東京に向かうのですが心配です。どうなんでしょうね。大丈夫なんじゃない。早朝なら午後とかがやばいんじゃないか。昼からやべえらしいだって。昼からちょっとあれっぽいので、まあ朝だったら平気なんじゃないの。こんばんは。うわー、そうですね、暑そう。本当になんか日曜日は台風通過後だからなんかすごい暑いみたいな言ってるんですよね。心配。ギリ回避、冷ましてギリ回避。あっぶねー。また大荒れになるとこだったぜ。うん、あさってのサマステももしあれになってたらもう全滅でして、全滅ってか今回のフェス全部当たってるよね。よかったです。でもまあ明日強いならまあ明後日ね。そう、えのきをどうやったの。えのきをポン酢でそのままただ食べるだけなのよ。そう、ただ食べてなんか ASMR を楽しんでいただくだけになってますね。ASMR で音がいいんだよね。それをまあ楽しむのみです。でもなんか今回のあのシングル完売目標をね達成してするごとにえのきを食べる験担ぎみたいな感じで、なんて言うんだろう。そう、前回は13個とかだっけ、完売13個行った時に食べたかな。あの目標を達成したんで13個で、今回は20個、過去仮、多分20個わかんない、正確にちょっとわからないっぽいので、まあでもみんなの情報によると20個いってるんじゃないかって感じなので、そう
こう完売目標達成えのきです。ご利益、あ、これさ、あ、そう、ご利益がある気がするんで食べる。あのさ、ご利益、余談なんだけど、ご利益とご利益、ご利益って読んじゃいがち。ご利益、ご利益ってさ、普通に言葉ではさ、もう普通にわかるんだけどさ、なんか漢字でこうやって読もうとするとご利益って読んじゃうんだけど、えのき消費に貢献、そうです。福岡のえのき消費していきます。ご利益、ご利益、ご利益、え、ちょっと待って、どっちだ、どっちだってか、なんか分かんなくなってきちゃった日本語。ご利益ありますように、ご利益ってあるよね、え、ご利益ありますように、ご利益、ご利益、ご利益、あれ、ちょっと待って、日本語が、あ、ご利益だ、ご利益だ、ご利益だ、え、使うよね、ご利益って何、ご利益って何、ちょっと日本語が分かんなくなっちゃう。あ、こういう時ない、なんか今までいつも使ってる漢字とか、なんかずっとなんか不意にふとした時に、え、なんて読むんだっけみたいな、なんて簡単な漢字でも、あれ、これで合ってるっけみたいな、なの、めっちゃ小学生漢字とかで、でもあれみたいな、あとひらがなとかもなんかあれ、この書き方で合ってるっけってね。ご利益だ、ご利益、ご利益、逆でした。ご利益って読んでるんだけど、あ、言ってるんだけど、会話では読む時になるとご利益って読んじゃうっていう漢字で読んじゃうと、なんかそのあの無意識にご利益って読んじゃってるみたいな。こがない利益、利益、利益っていう言葉はありますね、利益。語がつくとご利益、おお、難しいね。うん、海外の方で日本語使ってる方偉いね、本当に日本語難しいね。ぬが書けなくなる、わかる。でもなんかそういうことだよ、そういうこと、なんか ふとした時になんか漢字とか文字がえー、ってなるの、あの現象何なんだろうね。普通にしてたら全然書けるんですけど、なんかよく昔 ありました、学生の頃文字。最近はなんか文字を書くことが全然ないのであれなんだけど、利益、利益じゃなくてご利益ね、ご利益、語がつくと役っていうのは、読めるけど書けない、読めるけど書けないはもういっぱいあるね、そういうの。私ね、学生の頃漢字が得意で、漢字テストがもう満点、100点、100万の漢字テストでも100点しか取ったことないぐらいの勢いの漢字得意人間だったんですけど、もう今全く分かんないね。やっぱ書かないと、あとはなんか無理だね、何事もそうなんですけど、忘れる、うん、漢字も全然読めなくなってるもん。あ、今なんか1140出てた。あ、40です、今日は40日、40となりました。イエーイ、40、40、40、40、ありがとうございます。40の台いけました。駆
けないし字も汚くなってしまった。いやーなんかねダメですね、本当文字とかって書かないと忘れるね。カズさんありがとう、ヨタアチさんありがとう、チロシさんありがとう。花火のギフト見るとやりたくなるね、打ち上げ花火が。打ち上げ花火は悲しいね、また美しい。えのきを食べよう。ちょっと少々お待ちください。ちょっと待ってて、みんなも食べる、一緒に食べる方は持ってきてください。オッケー、えのきを食べようか。このねショールームさんでいただいたお皿で、ショールーム皿は2枚持ってます。えのき1袋分、意外とすぐ食べ終わりそうですね。でも余裕で食べ終わるぐらいな。えのぱってなんやねんってなるよね。まあそう、ポン酢で食べます。ご利益があるとご利益、愛知村でご利益があるとね代々言い伝えられています。みんなもなんかなんかね、そうなんかあった時は食べてください。肉巻きえのき使いすぎた、あ美味しそう。えなんかタワー嘘っぽいリアクションしちゃった今。タワーが来たんですけど、何タワー、えのきタワー、キノコギフト来ないかな、秋らへんにワンチャンあるよね、秋は。秋に期待してます。なんだ、えタワーだよ。国翔さんありがとうございます。ありがとう。何のタワー、何の、あそっか勝利したんだ多分。ご利益お願いします。あそういうことタワー投げてこういうこと、お賽銭、おいお賽銭代わりのタワーこれいやここお賽銭の神社じゃないですから、神社じゃないよね全然。どこマジでおもろすぎでしょ、お賽銭やめてヘルシアさんありがとうございます。まだ食べてないんですが、やばい、お賽銭やばいね。明日勝負しますか、なるほどね、明日のためにか、勝てることを祈っているよ。いただきます。あ、ヨタハチさんありがとう、見てなかった、あ見てたかな、いただきます。じゃあやばい美味しい、ゆうちなばらさんありがとう。マイクイヤホンではしようか、これをねすると聞こえるんだよね。
いい感じに聞こえるという噂の。ほらどうですか声。え、音質変わる？音質は変わっていますか？変わってるんだ。いい感じに変わってる。なんかマイクをさ、私配信用マイクみたいな欲しいんだよね。そう、配信用マイクみたいなの欲しくて、ライバーさんとか使ってるようなマイクね、買おうとしてんだよね。でも使うかなっていう。ひろっちさん、たかっぴさん、くにしょうさん、やしたんさん、よたあちさん、もう常連さんミラボの常連さんです。ミラボとは言わず、まあ iTube の常連ではあるけど、ミラボ好きの方々。ベルトな、ミラボを投げるんだよな、投げる、投げてくんだよな。国翔さん、ありがとうございます。ヨタアチさん、カズさん、国翔さん、アオイちゃんさん、ASMR いい音だよね。なんかね、違う、耳のやつじゃない、なんだっけ、なんて言うんだっけな、コンデンサーマイクみたいな、コンデンサーマイクみたいな名前のやつ。あー、なんの、やめてください。今ちょっと見てなかったんだけどさ、画面のところにさ、なんか画面で何かが起こってるのが見な、目見てなくてもあれにしました、あれになった。今気づいた、見てなくても今画面がなんかボーンってなったのねえ、どんな時に投げてんの。ルシアさん、何、いい、何のタワー、何のタワーなんだよ
なんだよ、ありがとうだけど、ありがとうすぎるけど、謎タワーやめてびっくりしちゃうから。ロックのやつだってすごかったよ。フェスのやつでした、ロック。あっちを一生しますタワーです、うん、今？それ今ですか？今じゃなきゃ、今なのどんな時に投げてんの。明日のサマステとかは多分あれなのか、中止とかになってる。チーズと一緒にベーコン美味しいね。それはな、何ヶ月の割合で、伸びたらだね、1ヶ月ちょっと。麺のようになんかワンチャンあり、普通になんか麺、なんかなんていうの、麺、そうめんとか麺類よりもワンチャンなんかこのえのきの方が好き説ある。何これ繋がってんの、ん、なんか繋がってんの、うん、うん、麺と比べるジャンルが違うのであれなんですけど麺みたいじゃん。よたはちさんありがとう、まんま。ありがとうございます。光らせたいの皆さん、ミラボ光らせたい。クロちゃんさんありがとう。ヘルシアさんありがとう。謎の ASMR 配信、あ、キノコ配信したいな今度。あのね、あれキノコ好きなんですよ。キノコを焼いてただ食べる配信します、いつか。ありがとう。ミラボタワーやめて、ミラボタワーやめて怖いからやめて、うん、なんミラボタワー、ミラボタワー、もう3分光ってるよ、やだよう
拍手じゃないよ拍手じゃないのよ、うん、しかもヨタハチさん、アオイちゃんさんもなんか追加してきてが伸びちゃってたの、ね、よ、うん、カッペさんやめて、タワー怖いかな、ミラボタワー、そんなに長くなくていいそんなに画面もうちょっとね、本当に結構パリピなルームになっちゃうわけですから、この回ってる時だいぶ明るいのよ。ちょっと ライトを調節できるようにしてほしいな、このミラボの温度調節、温度じゃない明るさ調節。えのきの歌作るってえのきの歌なななななな、めっこみたいなことだよね。えのき著作権 NG。ダーチさん、いいね、ゆうきさん、あおいちゃんさん、ありがとう。長っ、長いね。長すぎ。間に合ったおかえり、ミラボタワーがね今回っちゃってたんで、3分間ってどういうこと、ん、炭酸飲もう、この私の大好きな炭酸、セブンのねサイダーしか飲みたくない、セブンの炭酸シリーズしか飲みたくない。3種類あるんですけど、えのきでお腹いっぱいになるよね。毎日えのき生活、もうそれはね、飽きる未来が見えるのでダメですね。キノコ生活いいね、キノコ生活嫌いになるか。ファイバー、あーオレンジね。ミラボタワーの感想、長い長いね、3分は長い。ティックアップの Vlog いいです、うん、親近感湧いちゃうよね湧いちゃうよね、湧くよね。普通に生きてますね。何も起きません。お休みの時は。で、やっぱお仕事と
オフのね切り替え大切だなって思いますね。あとちょっとです。でももうこれだけ、なるべく喋んないっていうことをね忘れてた。えのきをね食べるときはね、えのきの音を楽しんでもらう。増えてんな。うん。おかえりだ。あとちょっとです。もうラストえのきだ。えのぱし、えのぱ。もうフィナーレ、フィナーレ迎えてます。もうラストラストです。まあ確かにねパーティーだから、まあごちそうさまでした。おお光ってる。違う。えのきをさ、えのき食べてる時にさ、派手に食べたくないよ。派手じゃなくていい、派手じゃなくていい。もう静かにさ、あのそんなに派手なルームで食べたいと思ってないのよ。こちら。なんでなんですか？なんで派手なルームにさせるんだ？パーティーだから。まあね、エノパだから。確かにパーティーっちゃパーティー、そうなんだけどさ、エノキも喜んでるよ。
そのコメントはちょっとよくわからんそれはよくわからん。なるほどね。そんな盛大にパーティーしてもらっちゃって嬉しいみたいな。うん、吉田さん、ルタチさん、ちょっと待って読んでこ、福清さん、高っぴさん、クロちゃんさん、カズさん、カメさん、ルタチさん、キドチさん、憂鬱なバラさん、ヘルシアさん、クニショウさん、イチロシさん、なんか増えてってんだよね本当に。増えてってるっていうか、どうした、タワーいいよ、タワーいいよ、もう何のタワーな、何のタワーなのかわからんて。ヤシタンさんミラボを投げたと思ったらタワーお賽銭来た。祝えのき完食タワーをさ投げるなんか基準値がね、もう年々下がってますよ皆さん、きっと甘くなってってるよ愛知はえのきを日本一美しく美味しく食べるアイドルだ。えのき食べてるアイドルいないからな、あんま参加者いないからな、1位かもしんないな、ずっと暫定1位みたいな、盆踊りみたいな感じだと思います。盆踊り、お祭り、裏の夏祭り、え、いつの間に、いつの間に夏祭り、お盆だから、お盆、まあ今日からお盆もね、お盆休みの方とか多いのかな、間に合ってよかったね、本当によかった。愛が増えてるということじゃなくて、愛が増えてます愛が増えてます、愛を届けてくださる方が増えてます年々増えてます。いや増えてるよ、増えてるよ、逆になんかその乗っちゃう方も増えてってんのよ本当に伝染してってんだよな。愛とえのき増量中、なんか CM のCM のなんかコメントみたい、やったえのき選抜じゃないで、このあ壇上ね、壇上えのき選抜、えのきはなぜ歯に挟まるのか、あくおもろい、しげおさんありがとう、素敵な村民たち感じてますなそこで感じてますな、平和チャンネルです、チャンネルじゃないけど完食ですね、いやー美味しかった、えのきは最高だね、やっぱりみんなも食べました、食べた方います、えのきってやっぱ美味しくない、でも毎日食べてたらもう本当にもう
嫌いになるんで絶対やめるけど、なんかやっぱたまにねちょくちょく食べると本当に美味しい、美味しいんですよ。北斗さんかな、あーん、どういう CM、 えのきの CM ある、ポン酢に食べた、もう1月えのき買うの我慢してタワー投げました。おかしいな、しべちゃいさんありがとうございます、うまポテト食ってます、美味しく食べてください。星になってえのきに生まれてよ。白桃のタルト食べてます。全然違う。エリンギ派か。エリンギね。エリンギと椎茸とかも私結構2位3位で、うん、好きだね。すき焼きとかも私えのきもう大好き、めっちゃ入れる。うーん、ねえ毎日キノコ生活いける説はあるけど、もうキノコ全般が嫌いになりそうで怖い。怖いんだよ。味も歯ごたえも好きね、わかる、マジで本当になんかダメなとこない、うん、ダメなとこないよね。見た目がちょっとうんってなる人は何のかな、まあ、私は全然思わないんだけどね。ピリ辛えのきは美味しそうだよね、ちょっと辛いやつ、あ辛い、あれ赤いよね。椎茸、いや今度なんかまあキノコ焼いて食べよう配信したいと思います。まあキノコが好きです私はね。椎茸、舞茸、エリンギ、えのきとか、うん。焼いて食べるだけの配信、コラボコラボ。松茸あんま樋口キノコ美味しいもんねマジで。キノコ祭り、椎茸のステーキ、あーいいね。バーベキューは椎茸、エリンギとかマジで食べるよね。キノコは美味しいよ、美味しかったぜ。キノコの栽培に挑戦してみれば、なんか怖くない、なんか毒キノコだったらどうする。いやわかんないけどさ、なんか作れるとかあると思うけど、あ作れるとか育てられるとかあると思うけど、なんかのその突然変異みたいな感じでなんか育て方ミスってさ、安心して食べられる死亡って、それ本当に一番ダメですよ。一番ダメというかもう終わり、それは。安心して栽培して食べたら毒キノコだったってもう終わりだよ。大丈夫かね、まあでも、まあ、平気なやつはあると思うけど、わかんないじゃん、突然変異するかもじゃん、そのなんか栽培中になんかが起きて
変な毒キノコができちゃうみたいな、わかんないけど、菌とかじゃん、キノコって菌でしょ、やだ、ちょっと怖い。原木から育てれば OK。 いや、すごいよ。なめこ栽培キットとかやってたんだよな。でもアプリでね、めっちゃすごい好きでね、毒キノコ栽培アイドル、もうそれ捕まる捕まるよ、毒キノコ栽培アイドル何に使うんだ、もうそう怖いでしょ。栽培キット売ってますよね。あ、そうなんだ。なめこ栽培キット私すごいやってた。キノコ狩りしたい。キノコ狩り、キノコ狩り、キノコ狩りいいね。秋キノコ狩り。捕まっちゃう、捕まっちゃう、毒キノコ栽培はいいね。しいたけ栽培キット、うん、水あげたりとか私無理だな、多分枯らすな、枯らしちゃうな。やがてキノコアイドルとしてデビューを。キノコアイドル売れないでしょ絶対に キノコ狩りしたい、いいね。栗拾いいいね。私栗焼き栗大好きだよ。ひろゆきさんありがとう。特産品はキノコ、うん、YouTube で栽培してた気がする。すごい、マジで平和チャンネル椎茸狩りロケやってた。そう、いいね。はるか村村長とキノコ狩りロケいいね。はるか村長とさロケしたい。ロケ楽しそうじゃない、めっちゃ。ハルルンさ、なんかめっちゃほんわかしてるからさ、私もね結構ゆったり行動するタイプであるんだけど、なんかすごい楽しそう、ツッコミどころ満載そうだよな、ハルルン。そう、ツッコまないと多分ダメな感じだよ多分。ハルルンはちょっと可愛いんで、可愛くてたまに結構不思議な発言するからね。なんか面白そうじゃない、ロケいいね。はるか村公式チャンネルあるから、いつでも行くいつでも飛んでく新潟に。そう、ボケ、ハルルンボケだね。ボケてるつもりはないかもしれないけど。ふるさと納税してみたとかどう？ふるさと納税してみた愛知村とはるか村おもろい。葵ちゃんさんありがとう。えのき栽培キットあったけど在庫切れだった。あるんだ。しかも在庫切れ、人気商品、マジで。えのき栽培キットおもろいな。あるの？それで
育てて実際食べる的な、ちょっと調べてみよう。そんなのある？あったあった。ほんとだ、難しい。売り切れです。売り切れとるやないか。すごいな。2回目は栽培スタート。何回もできちゃうの？何それ、無限えのき？ちょっとでも2回目とかで怖いね。急に毒キノコやだよ。キノコって怖くない？なんか安心して食べれるかな面白いけど、えのき育てるってじゃあんま周りで聞いたことない。そのスプラウトだっけ、なんかあれ、なんかさあるじゃん、キノコ農家になれるよ。なキノコ農家になりたくはないのよ菌があれば増えて、うーん、無限の木すごいけどね。当たり付き、当たり付き当たり悪い当たりだよね、それは。スプラウト、そうそう、えのき育ててはるか村に輸出を怖がられるぞ。あ、これちょっと自宅で栽培したキノコなんですけどって私それもう怖いでしょ。なんか怖くない？キノコ渡してくなんか怖いよね。副業はキノコ栽培。いや、キノコで稼ごうとしてませんか副業しようとしてませんか冬しか売ってないのか。あー、なるほどね。冬か。湿度と温度管理無理だな。絶対無理だな。自由研究。わー、そうね、学生の頃とかやんないな。でも確かにお世話になって K さんね、 K マネージャーに確かに、まあちょっと毒味していただいて。冬になったら、まあキノコ栽培キットをちょっと買ってみるのもありでは。なしでもない。なんか一回ちょっと育ててみたいのはあるね。手作りえのき。てなわけで明日明後日はサマステがあるので、あのみんな来てくれる方はどうだかな、どのくらいいるんでしょうかね。でもお家でも見れるんで配信で見てください。ぜひお家で見れるから、みんなお盆休みだったりすると思うんで見て、配信見てください。
皆さん、配信で見てね、よろしくね。六本木ヒルズにたどり着きたいと思います。来てくれる方は気をつけて来てね。そう、暑そうだから。ではランキングを読みますよ。じゃあ13位、えのき選抜。えのき選抜って何？今日のね、えのぱそのえのき選抜ですね。じゃあ13位、カメさん。おー、滑り込みましたね。12位しべちゃいさん、11位しげおさん、10位憂鬱なバラさん、9位キドッチさん、8位カズさん、7位クロちゃんさん、6位アオイちゃんさん、5位ヨタアチさん、4位ヤシタンさん、3位タカッピさん、2位クニショウさん、1位ヘルシアさんです。ホクピグさん、ありがとう。タヌチうちは見つけてない。あ、わかった、ありがとう。見つけるぞ、みんなのこと。カメさん、ありがとう。ヘルシアスじゃない、フォークピグさん、ヨタチさん、ありがとう。え、ミネさん、ありがとう。えのぱね、こんなタワー超豪華になっちゃってる。えのぱが、次のね、えのきパーティー、えのぱどうなるのか、どうなるのか。えのぱね、するとき頑張ってください。でもエノパっていうか、まあ次はでもそうだな、多分完売とかで20個とか、今多分20個とかなので、じゃあ一つでも多く、次の目標何個かな。30ね、30はでかいよ、かなりでかい目標ではありますが、次はまあ30いけるように。30はすごいな。またいつかえのきパーティーできたらね。はい、またキノコ配信もします、いつか。今度キノコオールスター感謝祭、キノコオールスター感謝祭。したいと思います。そちらでまあ皆さん選抜狙っていただいて頑張ってください。オールスター、いや揃えますよ、しいたけ、椎茸、エリンギ、舞茸とか揃えるよ、オールスターは。9月あたりにしようかな。じゃあ皆さんありがとうございました。じゃあね。バイバイみんな。明日ね、バイバーイ。